共和国議会議事堂2009年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、2009年9月27日に行われた選挙である。ソクラテス首相与党の PS が前回より得票を8%、あまり減らし議席を下回る結果となったが、比較第一党を維持することには成功した。 一方で現政権の経済政策を批判し、財政赤字の削減を訴えた PSD も小幅な議席増にとどまり、政権奪回はできなかった。他方、PP や BE などの少数政党は議席を伸ばした。中でも審査翼の選挙連合である BE は、前回より得票でプラス3%、議席数では2倍の16議席を獲得することに成功し、 ポルトガル共産党を中心とした選挙連合セディオ1議席を上回って第4党となった。2大政党の PS と PSD の得票合計は65%余りで87年以来、初めて70%を下回った。国立国会図書館政治議会科研法室、庭輪和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館。 CLAIR リポートナンバー274ポルトガルの地方自治自治体国際化協会4から5ページ覚醒等の得票率は有効得票と白票、無効票を合計したものを100として計算したものであるポルトガル共産党と緑の党による選挙連合ポルトガル総選挙与党社会党が第1党を維持朝日新聞 http://www.assahi.com コロンススラッシュスラッシュインターナショナルスラッシュアップデートスラッシュ0928スラッシュ tky200909280038 と html カットポルトガル総選挙で与党勝利過半数割れ政局は不安定富士山系ビジネス Y h t t p w w w b u s i n e s s i j p n e w s s p e c i a l p a g e e o x f o r d 2 0 0 9 1 0 0 9 0 0 7 o n w c ありがとうございます。